では男子 1500m 決勝が行われます。この種目の大会記録は3分40秒84、日本記録は3分35秒42です。選手を紹介します。東洋大学石川心、順天堂大学後ろ田気づく、順天堂大学大野清人、国学院大学鈴木圭人、青山学院大学片山宗也、東海大学松本壮真、創価大学浜口直人、順天堂大学中川拓海、そして本日ペースメーカーを務めていただきます、本田所属新井七海さんです。新井選手は今年2月に行った
先方は鈴木慶と國學院大學。